さあさあ、乗船手続きちゃんとやってるよ。原石がもうほんと嬉しかったからさ。で、問題なく許可取れそうなんで、準備できたら俺んとこ来て。まさか本気で手続きしているとは思わなかった。どう言って船を動かしてんだが、職業柄ってことなんだろうが。でもアクセサリー屋でもあるんだよね。出発準備できたって？マジ早いな。船が来んの明日だよ。ちょっとホテルに泊まってて。まだ日高いぜ。まあいいんじゃね。おはよう。イグニスは？すぐ戻ってくるだろう。なんだよ。どの新聞も同じだ。何が？オートが陥落した。はあ？何言ってんだよ。落ち着いて聞いてくれ、ノクト。落ち着いてんだろ、俺は。インソムニアがニフルハイム帝国軍の襲撃を受けたらしい。昨日の夜、調印式の席で騒ぎがあった。帝国軍はオート城周辺を爆撃、国王陛下が死亡。おい待てよ。知らされていなかった。何がだよ一体。調印式は昨日だった。そしてオートは。バカ言うな。俺たちはオルツシエに向かってたさ。だが襲撃されたと報じられている。今朝の国内全ての新聞にだ。冗談だといいのに。他に情報は？自分たちで見てくるしかねってことが。なら、インソムニアに戻ろう。危険がないとは限らない。ここにいたって同じだろ。どうだ？ああ。
みんな無事かな。無事なわけねえし。まだわからない。はあ、町も城も襲撃されてんだぞ。落ち着け。親父も騙されやがって。おい、帝国に裏切られたんだね。真実はまだわからない。だから戻るんだ。ふざけやがって。何が停戦だ。魔導兵を運ぶ船だ。人造兵か。ああ、大量生産されている人型の兵器だ。本当に停戦協定はなくなっちゃったんだ。あれ見て。王都周辺は封鎖されているのか。先には進めねえな。迂回しようぜ。場所に出るだろう。帝国軍、このくらいなら片付けちまうか。ああ、蹴散らしてやる。停戦もなんもねえからな。行くぞ。てえ。さて、どうする。とどめだ。容赦なく攻撃してくるぞ。
待てよ。協定については今回の事件を受け当面の凍結が発表されました。また崩御されたレギス国王陛下に続きノクティス王子、そしてテネブラへのフルーレ家カンナギルナフレーナ様のご逝去が新たに確認され消すな。ごめんいらねえよ。外だよ。そっちに戻れない。ああってなんだよ。何なんだよこれ。俺たちはどうしたらいいんだよ。親父はルーナは王子が死んだってどういうことだ。説明しろ。俺はここを出てハンマーヘッドへ向かう。はあ、陛下は亡くなられた。何が起きたかは必ず教える。まずそこを動け。また会おう。将軍か。なんとハンマーヘッドに行くって。陛下は警護隊はもう機能してねえんだろうな。ああ、将軍が外に出るというくらいだ。中はどうなってんだろう。
そのうち報道されるだろう。これだけでかい騒動だからな。これから俺たちどうするの？まずはハンマーヘッドだ。他は後で考えようぜ。イリスからも伝言があった。何人かとレスタルムに向かってる。無事なんだ妹さん。ああ、あっちはどうなってるか分かんねえが。死亡説はありがたい。追っても派手には動けないだろう。帰れないけど旅はできる。そうだな、行こう。よ。いらっしゃい。ああ天気も悪くて大変だったね。すまない。将軍は用事があるからってもう出てったよ。じいじにいろいろ伝えてあるみたい。うん、来るって聞いてからずっと心配して待ってたんだ。いつものじいじとちょっと違うんだ。なんだか元気がないみたいでね。君たちはとにかく頑張って。いつものじいじとちょっと違うんだ。なんだか元気がないみたいでね。目的はクリスタルと指輪を奪うことだった。停戦の意思は初めからなかった。何騙されてんだよ。バカ言え。そう簡単に騙されるもんかよ。王都で起きてたのは一方的な襲撃なんかじゃねえよ。あいつは城で戦争したのさ。迎え撃ってやるつもりでな。だが、備えちゃいたが力及ばなかったってのは現実だ。細けいことはこれの坊主に聞きな。俺はレギスと顔も合わせちゃいねえんだ。もう何年も前からな。コルから伝言だ。王の墓所で待つだとさ。王の墓所は北西に行ったところだ。途中に集落がある。まずはそこに行ってみろ。面白いもん持ってんな。これのことか。帝国の奴らと戦った時に拾った。王都製の武器か。そいつをもっと使いやすく強力にしてやろうか。なんだよそれ。改造してやる。改造？車いじんなシドニーだろ。俺は暇でな。よし、とりあえず部品持ってこい。よし、組み上がるまでちと待ってな。まだ使ってみろ。面白いぞ。
今日はどんな武器が欲しいんだ？受け取ってくれ。また来いよ。あ、協定は白紙ってことよね。戦争が始まんのだったら最初から何もしなきゃいいのに。どうする？今できるのはこれかな。どのステッカーにする？いいのあった？どのステッカーにする？いいのあった？どのステッカーにする？いいのあった？どのステッカーにする？ホイールカラーはどうする？好きな色を選んでね。
また来てね。あんたたち車持ってたよな。ああ、食材の仕入れを頼めないか。なんで俺が。まあシドさんが。シド、うん、何でもいいからお使いをやらせろと。いろいろあって帰れないんだろ。まあな。だったら外の世界に慣れろってよ。頼んだもんはなくても困らないが、持ってきてくれりゃ助かる。よろしくな。シドさん、あんたを心配してるよ。まあうまいもん食ってあんたも元気だしな。シドさん、あんたを心配してるよ。またジージの試練か。シドも厳しいね。心配されているんだな。根性叩き直してやるって感じか。シドだな。はい。ああ、やっと当たった。その声、王子だろ。無事。俺、D の。ああ、原石の。正解、原石の。ちょっと無事な顔見たいからさ。時間があったらガーディナに来て。ガーディナね。できたじゃねえか。よし、こいつ用の部品を集めてこい。今日は何の用？今日のご注文何色にする？次はインテリアカラーを選んでね。ホイールカラーはどうする？今できるのはこれかな。いいのあった？好きな色を選んでね。これでいい？きっちり仕上げるからね。うん、注文通りに仕上がったよ。
出入りは制限されているだろう。今中どうなってんだろうね。さあな、どうだろうな。ま、いつか戻ることになる。そうだな、すぐにとはいかないが。クリスタルないんだよね。取られたっつってだな。返させるし。ああ、必ずな。ノクト上見て、ニフル軍だよ。サンキュー。いい塗料になりそうだな。片付けてやる。さて、どうぞ。よし、行くぞ。され、せよ。おい、全然滑った。と、問題ないな。全員無事だな。先行こうぜ。ああ、
めんどい。さて、油断。どうだ。それ。うりゃ全力で倒しに行け。じゃああと頼むぞ。了解だ。さっさと先に行こうぜ。ああ、綺麗な色してんな。あ、キャンプにするか。ここがシドの言っていた集落か。ハンターらしい奴が集まってんな。情報収集していこうよ。無事で何よりです。モニカ、他の奴は？警護隊はほぼ
王都でイリス様をお守りして逃げるのが精一杯でした。今イリス様にはダスティンが、レスタルムまでは無事お連れできるかと。そうか、すまねえな。将軍はこの先の王の墓所でお待ちです。テネブライから取り寄せられたジールの花が各地で飾られています。オルティシーには大勢の人が訪れ、メルダッシオ教会よりお知らせです。メルダッシオ教会では今ハンターを募集しています。腕に自信のある方、社会のために力を振るってみませんか？お問い合わせはメルダッシオ教会本部、またはお近くのハンターまでどうぞ。いや、またドッグタグを探しているんだが、もし旅の途中で見つけたら届けてくれ。ハンター仕事も引き受けてくれているかい？ああ。その人、他の人に将軍とか呼ばれてね。なんでだろう、強いからかな。あれじゃない、王都警護隊の人。そうだ、あの格好王都人だ。警護隊って納得、戦い方が違ったもん。お待たせ。元気にしてた？さて、仕切り直しだ。休む間もないよな。王と出てハンマーヘッド、王家の墓で休んでいる印象はないな。不将軍の名は伊達じゃねえか。でも無事でよかったよね将軍。悪運強いって本当なんだな。ん？え？それだけではないと思うが。あんまりバカにすんな王子。あの腕は相当なもんだぜ。油断するな。わかった。つりゃ！さーて。先を急ごう。おう。墓に何の用があるんだろうな。歴代の王にまつわる何かだと思う。行かなきゃ分かんねえ。おとなしくしてもらおう。
よく、すまない。逃げる敵は厄介だ。さっきのどうぞ。うわっ、イグニス任せろ。うそ、手早く済ませよう。ここまでだ。予想通りの。まだまだやれるぜ。ああ、着いたな。これお墓か。将軍は中か。将軍、ようやく来たな王子。で、俺は何すればいいって。亡き王の魂に触れることで力が新王へ与えられる。これは魂の棺だ。力を得ることは王の使命でもある。国もねえのに使命か。お前の自覚を待っている暇などない。王には民を守る責務がある。で、王子だけ逃がしたのか。バカじゃねえの。王が守るのは息子じゃねえだろ。王子、いつまで守られる側でいる。お前は王の責務を託されたんだ。託したって。じゃあなんで言わなかったんだよ。笑って送り出しただろ。俺はじゃねえか。あの日は王としてではなく父親として息子を送り出したかったそうだ。お前になら、新王になら、この国を、民を託せると信じたからだ。勝手なこと言いやがって。
これからお前たちは王家の力を集める旅に出るんだ。まずはこの近くにあるもう一つの墓所を目指すといい。王の墓所はいくつも存在するが、どれも危険な場所にある。しばらくは俺も旅に同行しよう。お前たちの実力も確認しておきたい。王家の力って全部でどんくらいあるんだ？墓所に祀られた武器は13あると聞く。だが場所が分かっているものは少ない。所在不明のものについては今ハンターの力を借りて探している。じゃあこれから行くのは、キカドリーク残壕跡、ゴーの奥に墓所の存在が確認されている。プロプト待ってました。調子いいじゃねえか。当然将軍、現役時代と変わんねえな。そんなことはない。ジャケット脱いだらどうだ。ここでは昔帝国軍との激しい戦闘があった。廃墟となったのをいいことに、今や帝国軍が好き勝手に出入りしている。片付けてやる。敵だらけだよ。通れんの？突き進むか回り込むか、多くの手を考えろ。いいじゃねえか。まあな。よっ。無事か、プロンプト。どうも、大丈夫です。魔導アーマーか。強さは中の下よりも少し上か。一言でまあまあだ。将軍、あいつを倒したらなかなかのもんだよな。ふん、いけるか。力を見せてみろ。
ぞ。なんとかしてくれませんかね。甘ったれるな、来るぞ。はい、いや遅い。はっ、ノクティス。もちろん。将軍は問題ない。いつでもおごり高ぶるな。おうや。なんと最強。当然。沈め。すごいね、やっぱ。問題ないか。戦いになるか。まあな。くらえ。もらった。くらえ。将軍がいると軽く感じるな。軽く考えるな。この力がいつ使えなくなるかわからない。